どうも高井です。超高学歴社会になってしまったらどうなってしまうのかについて話したいんですけど、この本は超高学歴の社会になってしまった中国のね、就職活動の事情を書かれている本です。中国では大学の卒業生が毎年600万人ほど出ています。4割がまともに就職できて、6割がまともに就職できていません。全体の100万人ほどが高学歴ニートです。その中国での大学のセンター試験の事情についてこれから話します。今その大学のセンター試験に向かっている人たちは一人っ子政策世代、一軒に一人しか子供産んじゃいけないよという、そういう政策があったんですけど、そうなってしまうとその子にお金と親の期待が集まります。家族総出でカンニング行為や替え玉受験に向かっていきます。当然どんどん高度化されていって生徒側が一歩優位している状況です。その状況で2010年、11年、12年と大学の卒業生が企業の面接、採用試験を行われた時に採用担当者側が思ったことというのがありまして、2010年、11年と、その大学の卒業生、生徒のコミュニケーション能力が低いと、説得力はあまり感じられないと、企業側に思ったような欲しいと思える人材ではなかったという印象を受けられた。ただ2012年以降、それでも学歴のニーズが高かったので定員の数を増やしました。それ増やせないんだけど、増やした後高校卒、大学卒、大学院卒って日本でもありますよね。でお給料は当然大学院卒が一番高くて高卒が一番低い。だから高校卒業した生徒よりも大学を卒業した生徒の方が出来が悪いと現場でそう思われた。だけどそれだったら高校を卒業した生徒を取り続けた方が企業側にとってはメリットですよね。だからその状況があるからこそ今の中国の企業では大学を卒業した生徒を取ることをためらっているという現状があるんです。だから大学を卒業したとしても学歴を持っていたとしても溢れ返ってしまったという現状があって、学歴だけで採用する、学歴だけでお給料決まってしまうというシステムを変えるには多分、ね、日本みたいに最初は学歴で決まるんだけど、親のこれもあるかもしれない。でも32、34あたりからその個人の能力の強化でお給料が決まっていくという、そういう社会になっていくんじゃないかなと思うので、こういう本読んでみましょうね。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。